どうもこんにちは、岡田です。以前にですね、 LED テープライトのご紹介をしたんですけども、今回もですね、また LED テープライトのご紹介になります。で、今回ご紹介する LED テープライトは前回のものと違って、でさらに便利になっております。で、まあ、どういう風に違うかっていうと、前回のものはリモコン操作で色を変えたりとか電源のオンオフをするっていうような形だったんですけども、今回の商品はですね、スマホでの操作ができるのと、 Alexa や Google ホームに対応していて、まあ、音声操作とかもできるようになっております。ということでですね、もう早速こちらをまず開封していって中身見ていきたいと思います。はい、ではご紹介する商品はですね、こちらです。前回はですね、キッチンのカウンターの下のところに設置したんですけども、まあ、今回はまた別の場所に設置しようと思います。まあ、とりあえずですね、中身見ていきたいと思います。こんな風にですね、入ってまして、ちょっと中出していきます。中に入っていたのはこれが全部ですね。まずこの LED のテープ自体ですね、光る部分ですね、これが2つ入ってます。トータルで10メーターあります。で、これがその LED テープをつなぐのと、この電源のアダプターをここにつなぐという形ですね。それで電源供給をしてコントロールができるというような形です。電源のオンオフもですね、ここで押すことによって直接操作もできるという形です。あとリモコンもですね、ついてますので、まあ、単純にこれで操作するっていうこともできます。ただ前のもそうだったんですけど、正直このリモコンでの操作っていうのはちょっと反応がたまに悪かったりする場合もあるので、僕はできればスマホ操作とか、音声操作でできるっていうのはすごいいいんじゃないかなと思います。で、あとこれですね、これは両面テープになってまして、このケーブルのアタッチメントみたいなやつをですね、壁とかにつけて固定することができると。あとはケーブル自体を固定するパーツですね、これで取り付けたいところにですね、裏両面テープなってるんで貼り付けて固定するっていうような形です。で、もちろんですけど、この LED のテープ自体にも裏に両面テープが付いてます。なので基本はこの両面テープで引っ付けてって、まあ、補強的な用途で使うか、もしくはこの電源ケーブルとかを見栄えの悪くないようにこれで止めるみたいな感じですかね。で、あと説明書ですね、こういう紙1枚入ってました。まあ、説明書自体は印刷した簡単なものですけども、まあ、ちゃんと内容は日本語で書かれているので、これを見て設定できるかなと思います。というわけで、もうこの LED テープを早速隣のリビングの部屋に設置したいと思います。で、設置した後、まずはこのリモコンで一回操作してみて、で、その後にですね、最後にこの説明書を見ながらスマホで操作する設定だったりとか、まあ、音声操作ができるような設定の方もやっていきたいと思います。ということで、まずはこれ先に取り付けていきます。では隣の部屋に行きます。はい、ということでですね、このリビングに貼り付けていこうと思うんですけども、前回はですね、こちらのカウンターの下のところに LED テープ貼り付けました。で、今回はですね、こっちの壁のここ、今上、ここ段になってると思うんですけども、この黒と白の境目のこの段のところにテープをつけていこうかなと思います。で、10メーターの長さあるんですけども、そんなに正直いらないかもしれないです。余った場合はまた違うところにつけたいと思います。では、取り付けの方を行っていきます。で、この横つけたんで、次上をこうはわしていきます。ということで、今ここのところぐるっと上にテープを取り付けました。ではここから一回リモコンで操作してどんな感じになるかやってみたいと思います。では一回ここの部屋の電気消してやっていきたいと思います。ではまず電源オンにします。はい、つけました。今これホワイトでつけてます。で、これリモコン今操作してみて思ったんですけど、前購入したものよりリモコンの機器は結構いいかもしれないです。で、今こっからですね、リモコンで操作して、壁のところに本体あるんですけど、そこに向けてやっても全然問題なくつきますね。これまず赤とかグリーンですね、でブルー、この単色をですね普通に変えることもできます。で、その他もちょっといろいろ色味こう触っていくことは全然できます。で、あと明るさを変えることももちろんできます。こうするとどんどん色味が暗くなりますし、こう明るさ上げるとこう一つ一つがすごく明るくなります。
で、あとその他にできることとしては、モードっていうのがありまして、このモードを選択すると、いろんなパターンで光ります。押してみます。今これはですね、呼吸するように消えたりついたりするモードですね。で、もう一回モードボタンを押すと、点滅。こんなんもできます。そして次。見てください。こんな感じで一本の LED テープなんですけど、間ごとに色が違うようなパターンとかもできます。これ面白いですよね。家の中でこんな感じになるの。次、モード。もう一回押します。これもこれでちょっと面白いですね。なんか、LED がどんどん流れていくようなイメージですね。はい、次変えると、こんな感じの動きにも、できます。なかなかいろいろ家の中でこんなん楽しめるのは面白いかもしれないです。はい、こういう風なパターンもあります。なんかゲームみたいな感じですね。はい。まあそんなことができるのと、はい。で、一応あとシーンモードっていうのが4つほどいろいろあります。それ4つ今試してみます。これナイトっていうのはちょっと暗めな感じで雰囲気のある、まあなんか音楽とかでジャズとかかけたらおしゃれな感じになりそうな色ですね。こんなんもあったりとか、あとはこうなんですかね、フラッシュみたいな感じでピカピカって光る感じですね。こんなのもありますし、あとパーティーとか、すごいカラフルですね。まあ家でパーティーするときとかにちょっと盛り上がるかもしれないです、これは。友達呼んだりとかして。で、最後のモードがムービーっていうモードなんですけど、まあなんか普通に青く光ってるっていう感じですかね。で、こんな風にですね、今回取り付けた商品は光りまして、モードも前のものよりも結構あるんで、おうち時間楽しく過ごすには、いいかもしれないですね。部屋の雰囲気良くなると思います。一応ですね、明るい状態でどんなんか試しておきますね。今明るい状態でこの LED つけると、ちゃんと光って見えます。ただムードがあるのはやっぱり暗いところでつける方がいいですね。まあ明るい状態とかでも十分光って見えますね。で、オフにするとこんな風になって、まあほとんど目立たないっちゃ目立たないですね。パッと見ではわかんないですね。よく見ればテープ、LED テープがついてるなとは思うんですけど。というわけで光の感じは今見てもらった感じになります。次にですね、前回と違う部分ですね、スマホで操作をするっていうのと、あと声でですね、音声制御をするっていう、まあ、この2つをちょっとやりたいと思います。というわけで、設定の方、今からやっていきます。というわけで、スマホの設定していくので、この説明書に書いてる、この QR コードを読み取って、スマートライフというアプリを取ります。で、それがこちらですね。これをインストールして、開いてみます。スマートライフというアプリですね。で、これアカウントを作らないといけないということなので、作成します。アカウントを作ってログインすると、最初の画面がこちらですね。ここのデバイスの追加というところでデバイスを追加します。そうするとこんだけいろんな項目出てきます。で、今回設定するのはこのまず左の項目で、ここに照明と出てます。これを押します。で、その照明の中にもいろんな照明があります。で、ちょっと説明書見てる感じだとどれかわからなかったんですけども、ちょっといろいろ調べてみて試してみると、この照明の中の一番下のところにある光変調器、光に変更に調整の調に器って書いて光変調器と読むんですかね。これの Wi-Fi っていうのを選びます。で、そうするとこれ Wi-Fi に接続するのを選んでくださいと出ます。これはこの下ちょっと今隠してるんですけど、パスワードとか出てるんで、家の Wi-Fi の SSID 出てきます。で、その下にパスワードを入力する画面が出てくるので、それで接続します。で、接続しますとこのような感じで設備の再設定を先に実行してくださいみたいなの出るんですけど、とりあえず次へっていきます。今は現状は普通に電源を入れた状態ですね。で、これで、待っていると接続できるようになりました。LED の近くでですね、ずっとデバイス検索中ってやってると、追加に成功っていう形でこんな風に追加されます。で、完了を押すとスマホで操作ができるようになりました。スマホ操作なんですけど、この下にいろいろ項目があって、一番左を押すとこういう色味を自由にこう変えていきます。で、ここのところですね、明るさを調節できます。で、こんな風にスマホ操作ができるようになって、次モードっていうのを選ぶと、これリモコンにもついてたんですけども、この仕事場の部屋から操作しても問題なく電波が届いてます。という感じで、スマホの設定は、ここまでになります。で、さらに、Alexa と Google Home に
対応しているということなので、それの設定もやっていきたいと思います。まずこの Amazon Alexa アプリを開きます。でそのアプリを開くとホームのところが今この下に出てるんですけども、この一番右のその他を押します。そしてこのスキルとゲームっていうのがあるので、これを押します。でそこからですね、検索でスマートライフと打ち込みます。でここの検索結果にこれですね、スマートライフって出てくるんで、これを押します。でここに有効にして使用するっていうのが出てくるので、これを使用するって押します。でそうするとここスマートライフで登録した ID を入力してくださいっていうことなので、ここメールアドレスとパスワードを入力します。はい、ログインすると、ここでですね、Alexa by Amazon に対してあなたのアカウント情報にアクセスすることを許可するかどうかっていうのがあるので、許可します。これでですね、アカウントが正常にリンクされましたという形なので、これを閉じます。でここから端末を検出っていうのがあるので、端末というのはあの LED テープですね、それを検出します。でこれちょっとまた時間を待っておきます。はい、そしたら検出が一件できております。この一番上のやつですね、これ押します。でこれでですね、検出されたので、もう声で操作できます。ただこの名前ですね、結構長いんで、これ名前変えといた方がいいですね。呼びやすい名前じゃないと、これ全部言うのめんどくさいんで、名前を編集と、これ全部消して、まあ、分かりやすいようにテープライトという名前にしておきます。そしたら、音声操作する時も呼びやすいと思うので、これでじゃあ、実際にどうなるか、スマホ操作と音声操作試したいと思います。はい、ではですね、今また部屋移動してきました。これ今開いてるのはスマホアプリです。これでですね、実際に操作できるか試します。これ真ん中電源ボタンあるので、これを押します。はい、後ろどうでしょう、ちゃんとついてますね。で、これ下に赤とか緑とかあるんで色変えていきます。赤を押すと赤色になって、緑を押すと緑、青を押すと青と、このようにスマホ操作で問題なく操作できます。で、あとモードも切り替えれて、まあ、例えばこれパーティーモードに変えると、後ろあんな感じでモードの切り替えもちゃんとできています。という感じでですね、スマホで簡単に操作できます。リモコンとか向けなくても Wi-Fi でつながっているんで、少々部屋が離れていてもつけることできます。はい、では次に音声操作試したいと思います。僕の家はですね、Alexa を使っていますので、それでですね、先ほど設定した分で音声操作したいと思います。はい、というわけで音声操作試します。テープライトつけて。はい、はい、ちゃんとつきました。テープライトを緑にして。はい、色の変更もできます。テープライトを消して。はい、こんな感じで操作できます。で、まあ一つ注意点あるんですけども、音声操作する場合はですね、電源のオンオフと、あと色のチェンジですね、赤とか緑とか青とか、色のチェンジはできますけど、混ざった色にするとか、モードをですね、先ほど紹介したパーティーモードとか、そういうモードを選択することはできないです。その場合はリモコンかスマホのアプリで操作するというような形になります。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。まあ、この LED テープですね、貼り付けもまあ簡単にできますし、まあ、テープなので湾曲するところにももちろんつけれます。で、今回のものはですね、先ほど試しましたけど、まずですね、このリモコン操作っていうのももちろんできますし、このスマホ操作っていうのもできます。で、さらに音声の制御もできます。家のインテリアにですね、まあ、少し差し色を入れたりとか、雰囲気良くしたりするのにはすごく良かったと思います。で、この商品ですね、価格はですね、今撮影段階で10メータータイプは4299円で、で、もう一つ6メータータイプも売ってまして、それは3899円です。気になる方は、またリンクの方に貼ってますんで、そちらからも見てみてください。というわけで本日はですね、多機能な LED テープライトをご紹介させていただきました。僕のチャンネルではですね、このような商品とか、面白そうだなと思ったものを多数動画をアップしておりますので、もしよければですね、チャンネル登録していただいて、他の動画も見てみてください。あと、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは本日はこんなところで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。では、さようなら。